いや、今仕事も片付いたところです。どうぞ。失礼します。どうしたんですか？今日はお願いがあってきました。ええ。私、大国との和平交渉を大統領に進言しようと思っています。和平交渉を？でもそれは。今まで彼らが一切応じていないことは分かっています。ですから今回はやり方を変えようと思っています。どんな手段です？私が非武装の解放機で敵に特使として接触するのです。いや、待ってください。それは危険です。撃墜されるだけですよ。もちろん、危なくなったら戦場から離脱できるように強化ブースターは装着しますわ。しかし、今まで命がけでの交渉など誰もしていませんでしたけど、オルガさんを見ていて思ったのです。彼らともきっと分かり合えると。ずいぶん思い詰めてやがんな。だからこの間オルガと一緒の時悲しそうにしてたのか。あれはきっとカラオケ疲れだぜ。シン、余計なこと言うならちょっと引っ込んでてくれ。あいよ。もちろん大統領には事前に許可をいただきます。その時カイドウさんにも後押しをしていただきたいのです。わかりました。 ありがとうございます。しかし条件があります。その交渉には俺も同席させてください。解放機に装着する救助用のポットイコロを使えば、ヒジリさんのうずめに同乗が可能なはずです。ですけど、それではカイドウさんが危険に。だから、その危険がないような交渉方法でなければ俺も同意できないと言ってるんです。ええ。ヒジリさん単独だと絶対に無茶をするに決まっているけど、俺がいればそれはない。これを約束してもらえるのでしたら、俺は喜んでこの提案を証拠に後押してきます。わかりました。それではカイドウさんにも登場していただきます。ありがとう、ヒジリさん。こんな大胆な提案をしてくれるなんて、カイドウさんもすっかり内閣のスタッフになったんですね。本当ですか？いや、でもまだまだ。班長。どうしました？何かあったのですか？今日静き救援の件で戦場痕の調査結果が出ました。議事堂での援護に用いられたライフルは、高校の軍事教練で使われる76式狙撃銃でした。あの銃って、陸軍でももう使っていないんですよね？ええ。以前は束縛の神々に横流しされた個体もありましたが、先の一斉検挙でほとんどが押収され、現在市場に出回っている可能性は低い、旧式の狙撃銃です。もっとも、大空翼一郎暗殺に、現大統領暗殺未遂にも使われている、我々にとっては、因縁深い形式のライフルではありますが。となると、陽動部隊の誰かってことに。あの日、学生たちにライフルを渡した際、ライフルのナンバーと受領学生の紐付けを行いましたよね。ねえ、やりました。はっきり覚えています。その結果、狙撃に使われたライフルは、野中里也に渡したものであることが判明しました。
戦場痕が全く一致しています。な、しかも返却されたものを確認したところ、一発だけ発砲した痕跡がありました。だけど、里谷はあの日、中東部の校舎に拘禁した捕虜の見張りをしていたはずです。では、しずきさんを助けた狙撃手は、野中さんから銃を受け取った誰かということになるのですか？その可能性は、極めて高いでしょう。いや、だけど、あいつはそんなこと、一言も言ってませんよ。だとしたら、野中本人が狙撃手だったという可能性はどうでしょうか。捕虜の見張りを抜け出し、議事堂まで向かったとは。ですが、それこそ、里谷はそんなこと言ってません。野津さん？少々気になったので、野中里谷について諜報局で洗い出しを行ったのですが、ある事実が判明しました。事実？野中里谷は戦災孤児で、12歳の当時、愛生学園という戦災孤児の養護施設に入れられています。戦災孤児だとは聞いてました。彼の身元保証人になったのは、川田フードサービスの代表を務めている川田志郎というものなのですが、この川田フードサービスの有力株主の一人に左近田巌がいます。左近田前首相が？さらに愛生学園で児童の指導をしていた園長が4年前射殺による死を遂げています。しかも遠距離からの狙撃です。遠距離からの狙撃。園長は児童に虐待を繰り返していて、野中里谷もその死をむしろ喜んだそうです。これは彼の現在の雇い主である東から聞きました。里谷から事情を聞きます。場合によってはダイブも必要になるかもしれません。学校に行ってみましょう。ひじりさん、この原稿を大統領に。ええ、討論会の方は私にお任せください。助かります。じゃあ野津さん、ええ、急ぎましょう。里谷！え？いないのか？野津さん、今は授業中ですよ。一体どうしたの？里谷なら今日はお休みだよ。休み？ええ、熱があるとかで病欠です。公開討論会のタイミングで病欠か。野津さん、討論会で何かあるの？いや、何でもないよ。先生、授業中なのにお騒がせしてすみませんでした。二手に分かれましょう。俺はマハトマに行きます。もしかしたら東さんが何か知ってるかもしれない。それでは私は彼の住むアパートに向かいます。空振りだった場合は後ほど合流しましょう。ええ、里谷！
やあ、カイドウ君。サトヤ、どこにいるか知りませんか？サトヤ君、朝に掃除をしに来て、それから学校に行って、夕方からまたお店に来て開店するはずだったんだけど、ついさっき病気で休むって連絡が入ってね。学校も休んでるみたいです。